駅名表開業日、駅舎三角形のホーム東水巻駅は、福岡県恩賀郡水巻町、吉田南一丁目にある、九州旅客鉄道筑豊本線の駅である。駅番号は、JC25。筑豊本線の折尾駅中間駅間が、福福線だった頃、ここで、鹿児島本線直通短絡線の上り線と、筑豊本線の下り本線を入れ替えていた。 立体交差の後に設置された駅である。具体的には、オリオ側から、筑豊本線上り線、同下り線、短絡線、上り線、同下り線の順となっていた配列をここで、筑豊本線上り線、短絡線上り線、筑豊本線下り線、短絡線下り線の順に入れ替えていた。外側の2線が大きく開き、その間で、 地区方本線下り線が地区によって上に上がり、その下を短絡線上り線がくぐることで入れ替えていた。輸送量低下によって複々線が廃止された時に内側二線が廃止され、長らく荒れ地となっていたが、1988年に駅が開設され今に至る。かつて駅付近の地区方本線東側には日本単鉱第一高松港。西側には 日本炭鉱専用鉄道の石炭積み込み場があった、島式ホーム一面2線を有する地上駅。複々線から複線に線路が撤去された後地に設置されたホームは三角形状である。駅本屋は、その三角形のホームの端の上下線管に設置されていて、トイレ棟も含めひたすきを使った、ログハウス風である。守護課の利用が可能であるが、カード販売は行わず、 チャージのみ取り扱いを行う。2020年度の1日平均乗車人員は324人で、ある。ありがとうございます。